サイリングスプリング天文台は、クーナバラブラン近郊にある天文台である。オーストラリア国立大学の運営する2つの天文台の1つで、海抜線165メートル、ウォームバングルズ、サイリングスプリングさんに、アングロ・オーストラリアン天文台と共に立地している。ギャラリー、土産店もある。サイリングスプリング天文台は、オーストラリア国立大学が所有し、 ストムロさんとサイリングスプリング観測研究学校の一部である。ストムロさん観測所の原型は1924年に連邦政府によって設立された。第二次世界大戦で工学部材が軍に拠出された後、1940年代末まで太陽系から星の研究に変えられた。1953年から1974年に、 オーストラリア最大となる光景74インチの反射望遠鏡がストムロ山に設置された。1950年代からキャンベラの郊外でストムロ山では多くの微光天体の観測に支障をきたすようになっていた。1962年サイリングスプリングがアヌによって他の多くの候補地に比べ暗くて晴天が多いということで選ばれた。 1960年代半ばよりアヌは3基の望遠鏡と舗装路、宿舎、電気、水道等の支援施設を設置した。1984年、首相ボブホークが臨席して、アヌ最大の望遠鏡で低経費、革新的な2.3メートル開口望遠鏡が開設された。1950年代より、サイディングスプリングの開発は独立して行われてきた。 オーストラリアとイギリスの政府は、超大型望遠鏡の設置について交渉してきた。これらの交渉は1969年に結実して4メートルの海港アングロオーストラリア望遠鏡が設置された。1970年代初頭 AAT の建設中、イギリス科学研究学会が AAT ドームの北東1キロメートル地点に UK シュミット式望遠鏡を建設、講師屋で、 装填観測がより早くなった。興味深い天体の発見と細部の調査がこれらの装置で連携して行われた。1987年、シュミット式望遠鏡は AAT に合併された。小惑星サイディングスプリングはサイディングスプリング天文台にちなんで命名された。小惑星ユークスチュは UK シュミット望遠鏡にちなんで命名された。 サイリングスプリングイコール1 9 4 0 r q イコール 1951U1 イコール 1965SM イコール 1972RZ イコール 1976IV7、e、イコール 1977AV イコール 1979MD4MPC2021 年9月26日閲覧ユークスチュイコール 1988BM5 MPC2021 年10月3日閲覧。ありがとうございます。